み上がりのもち巻きに、くじが入っているか、当たりが入っている、売れたての花咲ガニ。今年もおちいし味祭りに行ってきました。おちいし漁協さん主催の地元の海産物を堪能できるお弁当です。十分選んでもいいよ。根室ならではの美味しいものを漁港で楽しむという根室らしさ満点のお祭りです。今年は晴れましたね。根室グルメの定番ホッキカレーに、でこちらはタコザンギ、昆布ラーメンもありました。いやうまかった。いろいろ食べてきました。キリッ、炭火焼きコーナーは大人気でした。早むき競争は飛び入り参加もあって毎年盛り上がっています。アトラクションもあって本当に楽しい一日だったので、道東田舎暮らしがレポートしていきたいと思います。この日は朝6時に会場に行きました。カニの足を畳んでゴムをかけてます。そうです。おちいし漁協カニ部会の皆さんが花咲ガニの仕込みをしています。おなじみのしんちゃんこうちゃんです。根室の沖で獲れた花咲ガニです。大きな釜で大量のカニを茹でていました。見てください、このカニの量。茹で上がってきました。熱い。いつも熱くないかどうか聞いたりするんですが、まあ熱いよっていうさらっと言うだけです。カニ部会のゆで担当はこうちゃんが顔色一つ変えずにゆで上げ作業をしています。炊き上がっていきます。見てください、色鮮やかな花咲ガニ、うまそうですね。そしてまたゆでる。売り方を打ち合わせしているようです。ばあちゃんもうなってるってこと？どんどん茹でて、カニが茹で上がってきます。すごい量のカニですね。これがすぐに売り切れてしまうんだから驚きです。綺麗なカニが、色鮮やかなカニが茹で上がっていきます。そしてこうちゃんも店舗にカニを並べていきます。販売テントに商品を並べていきます。開催前の会場はこんな感じです。漁師の皆さんがバーベキューコーナーの炭火を起こしています。こちらはホッキですね。おちいしはホッキ漁も有名なんです。ありがとうございます。これ道東田舎暮らしです。あ、そうです、そうです。見たことありますか？はい、あら、そうです。嬉しい、ありがとうございます。こちらウニを仕分けしているところですね。ウニの販売準備をしていました。こちらずらっと並んでいる海産物はおちいし漁協が販売している商品です。こちらは昆布ラーメンブース。婦人部の方がありがとうございます。カメラに向けて手なんか振っちゃってくれたりして、やだやだ、イエーイイエーイ。
正面から行ってみましょう。いや素敵な笑顔ですね。テンション高めです。また後で行ってみましょう。こちらはというと、ボチーシネイチャークルーズですね。漁船に乗ってゆるり、おゆるり島の周辺をバードウォッチングできる。開催前の会場はこんな感じ。これは、モッキーカレーですね。モッキーカレーです。そうですね。結構モッキーたっぷり入ってます。入ってます。はい、入ってます。モッキーはたっぷりと。うまそうですね。たっぷりですね。たっぷりです。これは何ですか。フライヤーを使った唐揚げです。キリッコのタコの唐揚げです。はい、開催前の準備で大忙しね。たくさん揚げていきます。揚げたてこはこんな感じ。美味しそうです。しんちゃんこうちゃんはステージの準備にも、カニ茹でたりステージに大量バターかけたりって忙しいですね。これは国旗販売コーナーと花咲ガニ販売ブースの行列です。ボチーシアジ祭りが始まりました。始まってすぐにお客さんを買いに買いに買ってきます。新聞にくるみビニール袋に入れて持ち帰る。これがまた漁師マチックな販売方法。こちらは何でしょうか。ビニール袋に入れて分かりませんが、ホッキですね。ホッキ部会が販売するホッキ貝です。お買い得ということもあり、お客さんがたくさん並んでます。見てください、この量。これがすぐになくなるんです。あ、お忙しいですね。こちらはタコ部会。タコの足、頭、根室を落ち石を切り取れたタコの販売をしています。やってきました、昆布ラーメンブース。こちらもたくさんお客さん並んでまして、あ、美味しそう。ありがとう。こちらのお客さんは醤油ラーメンと塩ラーメンを注文したようです。美味しそうですね。早速僕も昆布ラーメンの塩を食べてみます。はい、してください。お邪魔しました。ありがとうございます。大丈夫ですね。はい、OK です。ありがとうございます。早速食べてみたいと思います。昆布が練り込んである塩ラーメン、ズズズと。昆布の風味があってうまいです。出来たてのラーメンは練り込んで昆布の香りもしていきます。そんなに入れないですよ。おまけです。ブースは花咲ガニ。花咲ガニといえば鉄砲汁が有名です。今回はたくさんおまけしてくれたみたいで、花咲ガニが食べてみます。食べきれるのかな。こちらキリッコのタコ飯ブース。ここで売ってるタコザギがまた絶品なんです。タコザギください。あ、1つで大丈夫です。揚げたて美味しそうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあおちキリッコのタコザギいただきます。早速食べてみたいと思います。タコがプリプリ、美味しいです。どうぞ。キ
りっこのたこざんぎどうですか、うん、うまいこうちゃんも大絶賛、はい、しんちゃんはちょっと照れちゃう。食べます。美味しいですか。はい、おいしい、おいしい。25、こちらはウニのブース、はい、殻付きのウニをそのままいただける、はい、漁協ならではの、あれ重ねえな、重ね欲しいな。おちいしの海産物がたくさん売れていきます。立派な足のタコですね。こちらはホッキ飯とホッキカレーのブースです。こちらがホッキカレー、ホッキ貝がたっぷり入ったカレーです。こちらも大人気。こちらは大場水産の大場さんのブースです。今回はイカまみれ焼きそばを、大場さん美味しかったです。ベトナムの方、札幌の国の方は結構、こちらではホッキ向き競争が始まっていました。たくさんの方が参加していました。そこから歯が全く残さない、歯が立つんだけど歯が多いのか、はい、終了。見てください、このお客さんの数、ここが人であふれかえっています。炭火焼きコーナーではホッキが焼かれてます。そして去年もあった、もうマイルドなホタテの食べ方してますね。これはホタテらしいです。美味しそうですね。子供たちの太鼓も元気があっていいですね。そして有名なアワービートのダンスチームです。根室太鼓保存会皆さん力強いですね。お祭りの目玉、新浜レオンさんのステージです。新浜レオンパーカーを着たお客さんが大盛り上がりですね。こちらは船頭、大シンバルの船頭も新浜レオンさん大ファンなんです。おちいし漁港で行われるおちいし味まつり、こんな感じでたくさん人が来てました。そして最後にはおちまきで締めていきます。おちいし味まつりフィナーレもちまきスタート。見てください、このもちの量すごいな。子供から大人まで大盛り上がりです。レオンさんが投げてます、持ち巻いてますね。ボート外側、後ろの方、外側、後ろの方、後ろの方、後ろの方、今年も行ってきました。おちいし漁協の味まつり。天気が良くて最高の一日でした。最後は上空から味まつりと大好きなおちいし海岸の景色をお楽しみください。ありがとうございました。
チャンネル登録もお願いします。ばあちゃんもうなってるぞ。なってる、実はなってるぞ。